はい、どうも。今回はですね、オンラインビジネス構築講座っていうことでちょっと始めたいと思うんですけども、まずはじめ、まあ初歩的な初歩からやっていこうと思うんですけども、ビジネスを成立させる3要素についてっていうのをやりたいと思います。で、これリアルの場合の起業の仕方のビジネス3要素と、オンラインビジネスの場合の成立させる3要素について違うよっていう。で、これのメリット的なものですね。オンラインビジネスなんで今回は。そこについて話したいと思いますけども。まあ、結論を言うとですね、お金がかからないってことですね。まあ、お金がかからないっていうか、お金をかけなくてもできるっていうのが、まあ、正確に言えばそうなるってことですね。で、簡単にもう3つ覚えてください。お店があって、商品があって、お客さんがいればビジネスで成り立ちますよね。だから、リアルの場合では、商品を売る場所ですね。店舗。で、2番目にその商品そのもの。で、そして3番目にその商品を買ってくれるお客さん。この3つは全部揃ってれば、ビジネスは回りますよってことですね。で、あとはその、収支を黒字にすれば回っていくということですね。ですけど、今簡単に言いましたけど、リアルでお店持つにはですね、まあちっちゃいお店でも200万ぐらいかかると思うんですよね。で、お金かけたらもう本当に1億とか、もう億超えるだけのお金かけれるし、だいたい基本的に起業する人たちは1000万とか2000万ぐらいとかからやったりとか、まあ、少なくても500万以上とかで、まあやんのかなっていう感じで、まあそのくらいかかるかなっていう話ですね。で、2番目の商品なんですけど、まあ、どっかから仕入れて売るっていう形がね、普通誰でもできる形ですけど、もう少し行くと自分のオリジナルの商品開発しなくちゃいけなかったりとかね、するとお金は相当かかりますよね。まあここも、まあちょっとここは本当に0円からもう億超えるぐらいまでいくらでもいけるところだと思うんですけども、でまあ物理的なものなので、その在庫とか置かなくちゃいけないんで、いっぱい置く場合には拾う店が必要だったりとかして、広いお店が必要だとお店のお金もかかるとですね。で、3番目最後お客さんですけど、まあ、リアルでやる場合、まあ、人脈がどうとかなんだとかってありますけど、自分で自力でやるにはですね、結構その広告費だったりとかもろもろお金がかかりますよね。なので全部リアルで今完結させようとするとやっぱり相当お金がかかるんで、まあいろいろ面倒くさいっていうかね、他に勉強しなくちゃいけないこととかも出てきたりするわけですけど、で、これをですね、オンラインビジネスでやるとどうなるかっていうのを今ちょっと一個ずつ見ていきたいんですね。一番目の店舗。これはですね、オンラインなので、0円でもやろうと思えば作れます。まあ多少お金かかるかもしれないですね。5000円とか1万円とか。まあ、それをかけないことも可能なんで、まあ0円でも一応作れる。で、金をすっげえかけたら、もう超高級なオンライン店舗みたいなのを作ろうとしても、まあ100万円かけたら相当荷物できちゃいますよっていう。2、30万ぐらいかけりゃいいんじゃないかなっていう話ですね。で、商品の方なんですけど、まあもちろん物理的な商品はリアルの方と同じですけども、オンラインビジネスの場合ですね、コンテンツを売ることができるんですね。コンテンツっていうのは大体まあ情報コンテンツみたいなもので、これですね、頭でひねり出せばいくらでも作れるんで0円でも作れるって話ですね。で、そこにまあちょっと、綺麗な編集を入れたりだとか、そういうのでまあお金はかかるんで、まあ、10万円もあればいいコンテンツ作れるんじゃないのかなっていう話です。まあもちろんコンテンツどうやって作るのって話はありますけど、それはまた別の動画でですね、ご説明しようと思っております。お客さんの方もまあお金かけて集めることもできるんですけど、オンラインの場合はですね、0円でもやろうと思ったらやれるんですよ。まあ、ちょっとコツコツ型になりますけども。まあここはいろいろオンラインの集客の仕方っていっぱいあるんで、そんなにお金もかけなくてもいいし、お金かけるっていうか結局は業者にお金払ってるもんなんで、そこを自分でできるようになればほぼ業者と同じレベルのことがですね、自分でできちゃうっていうのがオンラインでの集客方法ですね。で、この2つのビジネスを比較してみるとですね、まあ、やっぱりリアルの方は結構お金がかかると。リアルの方はですね、お金だったり他の、まあいろいろですね、商品とか人脈とかもそうなんですけど、いろいろないともう起業できないってことは、選ばれし者しかできないって話ですね。お金あってやったとしても、力がなかったらすぐ潰れちゃったりするんで、まあ危険っちゃ危険。で、オンラインってのは0円でもいける。で、0円でも起業可能って書いてありますけど、これはですね、
かなりいろいろ大きいんですよ。何かっていうと0円で始めるんだからテストをいくらでもできるってことです。お店を10個いきなり持つことも可能ってことです。0円企業でやれれば10個やって1個当たったやつをメインでやるってやったとしても9個お店潰しても0円なんですよ。まあ、手間とかはかかってますけど手間ぐらいって話ですね。なので何個でもチャレンジできるんで、このだってリアルの店舗を10個やってチャレンジするって相当金かかりますからね。でそれで9個潰れたらってそれ分を1個でどうやって賄うのかって話ですけど、オンラインビジネスの場合は10個かける0円で0円で当たったやつが10万円稼いでくれたらプラス10万円ってもうすぐ利益出ちゃうんですね。オンラインビジネスっていうのは経費があまりかからないので売上イコール利益に近い形になる可能性が非常に高いんですよ。だからリアルビジネスの場合で100万円売り上げたって言っても経費が90万円みたいな感じで、利益10万円みたいなと、オンラインだとですね売上は50万円だったんだけど経費が5万円しかかかってないんで利益が45万円みたいな、こういうことも起こるわけですね。っていうことはビジネスが素人の人とかあんまり経験積んでない方がやるにはオンラインビジネスガンガン経験積んでから潤沢のお金手に入れてリアルでやりたい場合はやるみたいな、そういう流れでやるのが一番いいし、これオンラインビジネスが0円でできるって何を意味してるかっていうと、子供だったりとか若いうちからもうこの経営の勉強が実践的にできるってことですね。ここがね私一番訴えたいところの一つでもあるんですけども、だからまあ子供じゃなくてもいいですね。女性の方とかその奥様ですね。あんまり経営とかビジネスにこう縁遠い方もちょっとやってみようかなと思ったら当たっちゃって、なんだ私経営の才能あるんじゃないかみたいな話になり得ますので、ぜひですね、まあ今コロナのこの状況でですね、そのビジネスを頑張ろうって人を応援するその補助金とか助成金いっぱい出てますんで、それを活かしつつですねやるとですね、これ今0円でも作れるってやったんですけど、これなかなかコツコツなんですよ。相当根性ある人しか結果出ないんですけど、今その助成金とか補助金使うとこういうオンラインの店舗にもお金かけた方がやっぱり早いですね。で商品開発もお金かけた方がいいものできた早いで、人にプロに手伝ってもらいますからね。で集客も同じですね。だからそれを50万円か100万円ぐらいの補助金をですね使って、このオンラインの1、2、3のところにちょっと振り分けて投資してみると、そうすると早いしいいものが作れるんですね。これが今このコロナ時代でですね、なんつうんだろう、なんか下克上っていうかまでやってなかったりとかちょっと飲み悩んでる人たちに追い風になってるっていうのはもうこれなんですよね。だからぜひそういう仕組み使ってですね、我々とパートナーシップを組んでウィーミンで、ね、やっていけて、いろいろ成功していただければ、またその成功者の中でコミュニティできたりとかしてね、面白いことになってきますんで、ぜひチャレンジしてみてください。まあリスクがほとんどないんで頑張ってみましょう。で特に、まあ、0円ので何個もやってみるっていうのもいいし、5万円を10個作ってみるっていうのもいいし、まあいろいろそこは戦略組んだりとかねできると思いますんで、まあ、また戦略についてのお話とかも違う動画でやりますんで、またそちらも視聴していただければと思いますので、また次回もお楽しみということで、ありがとうございました。